じゃあ次は、はい、ロングパットの距離感の出し方をちょっと教えていただこうと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、まあこれもね、はい、すごく至ってすごいシンプルなやり方、はいはい、で僕はボール3つ使います。3つ、はい、はい、でね、まあ、次々打てるぐらいの感覚にもうボールこうやって置いてください、はい、でターゲットは今ああやって今ちょっと三角コーンを10歩15歩20歩置いてるんですけど、はい、どこに打とうとかっていうのは一切考えなくて、これもいろんなアプローチとかもそうなんですけど、まずベースを作る、距離に対してのベースを作るっていうのが大事だと思ってるんで、そのベースを作るためにこの3球を打っていくっていう、でコーンどこを狙ってっていうんじゃなくて、心地よい振り幅、心地よい振り幅、はい、まあちょっとぼやっとしすぎてるんで抽象的な感じ心地よい振り幅、はい、まあそれがね、日に日に変わる人はちょっとじゃあこのスタンスの幅よりもじゃあ倍ぐらいとかってなんか決めた方がいいかもしれないんですけど、私は大体もう心地よく振るって言ったら、まあ123、まあこれぐらいなんですね、はい、これがもう大体いつやっても同じテンポ同じ振り幅ぐらいにはなってくるんで、まずこれをただ単にもう打ちます。でその時にポイントは打った時に目標を見ないこと、はい、もう連続して3球いきます、うん、で終わった後に見てください、はい、そうすると心地よい振り幅で同じテンポ同じタイミング同じ振り幅でストロークできた時っていうのは大体同じところにボール転がってるはずなんで、ってことですね、はい、でそれがある程度まとまってきたら次の段階に入っていくっていうところに持っていきたいので、まずはちょっと試しに打ってみます。はいはい、まあ私の心地よい振り幅、はい、まあ声出してもいいです、うん、テンポを刻みながら、例えば私は123打っていきます、はい、構えて123構えて123構えて123で打ち終わったら最後に見ます。はいはい、まあ大体、まあ、同じところに今行ってる、まあ、ちょうど、まあ、補足で10歩のところに、まあ、大体集まりましたよ、はい、まあ仮にこれが、まあ、何回やっても同じであるのであれば、今度は次のステップは今の振り幅の倍をやるんです。そうすると、まあ、10歩だったから多分20歩に行かなきゃいけないはずなんですね。ちょっとやってみましょう、はい、構えを作って123、まあ最初の振り幅をもう一回やってみてもいいです、はい、123から今度は倍の123、まあこれでちょっといってみます、はい、構えて123構えて123構えて123、あダフった、まあ、ちょっと3球目はダフっちゃったんだけど、はい、まああれ今をやって倍のやつで、まあ、20ヤードに行くような、はい、練習をちょっとしてもらえれば、はいはい、距離の調節がちょっとこうやりやすくなってきますよっていうところです。なるほど。じゃあまずは自分の心地よい振り幅で基準を作って、あとはそれをもう倍にしていくのか 1.5 倍なのか3倍なのかにしていって、それでどれくらいの距離が出るかっていうのを掴んでいくっていう練習なんですかね。はい。了解です。じゃあちょっと打ってみようかな。はい。心地よい振り幅で、まあ何度かこう素振りをしたりとか、自分でこうリズムを刻みながら声に出しながらとかでもいいです。1球目が一番飛んで2球目3球目ってちょっとずつこう弱くなったとは思うんですけど、これをもう一回繰り返します。今は多分ね心地よい振り幅、はい、どれがみたいなところもあると思うんですよ。なので今の一番飛んだやつとか、はい、一番飛ばなかったやつに合わせる必要はないので、はい、まあ何回も何回もこれ繰り返して、はい、大体のこうベースをつかむっていうね、はい、多分1回2回じゃ多分気づけないとは思うんですけど、はい、じゃあこれ繰り返していきます。はい、今のは大体同じぐらいの感じになりました。はい。大体やっぱあのぐらいですね。6歩7歩ぐらいが多分僕の今の多分ストロークでとりあえずやってみた感じで一番ちょうどいい。まあ心地よくこうまあ振れるっていう。じゃああとはこれを単純に倍にしたりとか。そうですね。振り幅まあを倍にしたり。してあげたり、まあそれ以下にしてあげたり、半分にしてあげたら本当に半分にいくのかとかね、そういうこうチェックをこうどんどんしていく練習ってことですね。ちょっとじゃあ倍に振り幅倍やってみましょう。やってみよう。まあオーバーはしたけど、はいはい、まだ、うん、若干こう振り幅的には小さかったのかな。はい、まああとはまあここが少しこう少し登ってるんですね。はいはい、登ってるんで、はい、まあ同じきちんと倍できたとしても、多分転がりは多分少しは、ショートするとは思います。はい、これってでも何が大切かって言ったら、はい、自分の感覚とその転がりが本当にこう一致するか。っていうところもすごく大事なんで、はい、今の現状を知るっていうだけでも、はい、多分相当ないい距離感の練習にはなってるとは思うんですよね。はいはい、自分の振ってる感じとどれくらい距離が出てるかのその感覚のマッチングというか、それが合ってるかを確かめる練習ってことですね。はい、ただ漠然に、はい、なんかこのぐらいだったらこの辺みたいにやるんではなくて、はい、まあ最終的にはそうなるのが一番ベストなんでしょうけど、はいはい、そうならない。そうなるまではやっぱり何かを基準にするっていうことがすごく大切だと思います。じゃあこれをラウンドの時は同じようにこの自分の振り幅を基準持っといて、あとはなんか補足かなんかで距離測って調整していくっていうイメージなんですね。今日の今の心地よい振り幅がまあ7歩だったら、まあそのまあコースに出てじゃあこれ7歩以上あるなみたいな、まあ14本あったらじゃあ倍のストロークしなきゃいけないんだなっていうのがパッてこう思い浮かべれば、ある程度こう体もこうスムーズに動いてくるっていうかですね、やっぱ不安要素がある中でパッティングをさせられる、ショットをしなきゃいけないっていうのが一番ミスショットにちょっとつながりやすいっていうのは出てくると思います。はい、そこをなくすためにもこういう目安を作るべきだなっていうふうには分かんないです。まあ基準があればコースの中でもこの距離は確実に打てるっていうのがあればですね、はい、あとはそれをこう調整していくだけなんで、はい、まあ全然自信が違いますよね、ラウンド中の。そうですよね。はい、じゃあ、パター方向性の出し方とロングパットの距離感の出し方ちょっと教わったので、ぜひ皆さんも試してみてください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。